ございました。サム、もし配送の途中で一時的に荷物を預けたくなったり、あるいは他の配達人に渡したくなったりした時にはポストが役に立つ。ポストに入れた荷物、装備品や武器は後で取りに来たり他の配達人と共有することができるぞ。そこで試しにこちらが指定した場所にポストを立ててみてほしい。その中継ステーションとキャピタルノットシティの中間地点だ。ただし、その際に必要となる建設装置は自分で用意してくれ。
サム、もし配送の途中で一時的に荷物を預けたくなったり、あるいは他の配達人に渡したくなったりした時にはポストが役に立つ。ポストに入れた荷物、装備品や武器は後で取りに来たり他の配達人と共有することができるぞ。そこで試しにこちらが指定した場所にポストを立ててみてほしい。その中継ステーションとキャピタルノットシティの中間地点だ。ただしその際に必要となる建設装置は自分で用意してくれ。
Thank you.
開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。施設内では武器を増やして追加します。異常なしスーツに付着したカイラル物質の洗浄、休憩をお勧めします。されました。ではサム、橋を建てるために建設予定地へ向かってくれるか。現地スタッフがすでに土台を建てた。必要な素材もある程度は収めてある。建設に必要な残りの素材を橋の土台に収めてくれるか。建設予定地に着いたが、素材を土台に収めてくれ。橋の端末にアクセスしてみてくれ。
見事だサム。完成した橋は皆で共有することになる。今後他の配達人たちにとっても重要な通行拠点になることだろう。今後も通行が困難な地形があったらまず橋を架けてみろ。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。施設内では武器を強制的にロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。武器のロックを解除します。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。施設内では武器を強制的にロックします。異常なし。ようこそスーツに付着したハイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。ご提供いただきありがとうございました。スキャンを開始します。いってらっしゃい。解除します。
ちょっといい？配送センターなどの施設に保管された素材は装備品の作成に使える。引き出して建設に使うこともできるわ。だけどあなたが使える素材の量は施設ごとに違うの。それぞれの配送端末で確認して。よし。よし。サム、君が歩いた痕跡がわかる。振り返って見てみろ。そこに道ができる。君がスパイや特殊工作員ならもう失格だ。だが君はそうじゃない。君がつけた痕跡は君が存在することの証だ。君が歩いた証拠を残せ。それが人々に勇気を与え、やがて道になって人々をつないでいく。ネットワークをつないで感謝の気持ちをいいねと送り合えば、つながりはより強く増えていくだろう。道もまた補強されていくはずだ。
ましょう。クリア。施設内では武器を強制的にロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。荷物を納品します。ありがとう。カイラル通信で配送センターに電力供給ができる。経由すればその先にも。ここでできた電力が UCA の役に立つんだ。荷物の状態は？信じられない。どうやって運んできたんだ？通信がつながってくれたら完璧だ。さあ、カイラル通信の通信量は建設物を建設すると消費する。親密度が上がればその分割り当てられる通信量も増加してもらえるだろう。供給は問題ない。ありがとう。そういえば第二次遠征隊は全滅らしいな。一人で遠征隊の仕事をしているんだ。あんたはすごいよ。きっとアメリは今頃エッジノットシティに着いた頃だろう。俺たちはアメリに託されたんだ。俺は第一次遠征隊の後発部隊だった。だからアメリに会ったことはない。でも参加できたことは誇りだ。お願いだ、アメリによろしく伝えてくれ。サブン、ちょっといいか。あんたの血を調べた結果が出たんだ。あんたの読み通りだったよ。あんたの血液サンプルを BT の座礁地帯に散布してみたら、奴らの活動が弱まったんだ。ただしここにはあんたのような機関車がいない。あんたが実際に試してみないとわからないが、機関車の体液は BT に何らかの影響を及ぼすのかもしれない。そこでママがこれを武器に応用すると言ってくれた。試作品がもうすぐできるはずだ。ぜひあんたにこれを試してもらいたい。サム、だとするとこれは好都合だ。そのエリアのカイラル通信接続まであと一歩。残るはポートノットシティのみとなる。キャピタルノットへ戻り、ポートノットへの支援物資を調達してくれ。まあその頃にはママの試作機も完成しているだろう。それからもう一つ、その発電所に配達人が行くのは稀なことだ。もし依頼があったなら配送を請け負ってやってくれないか。帰り道は手ぶらというのもそれはそれでもったいないだろう。その端末で依頼を。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。サム、いい？指名なし依頼が受注できるようになった。これはあなたにしかできないサム指名依頼ではないけど、持っている荷物に余裕があるときや、その配送先に行く用事があるときに一緒に届けてあげて。
どれも配送先で必要とされている荷物には変わりない。届ければきっと喜んでくれる。サム、概要をよく見てくれ。電車にカイラル通信がつながったおかげで電力供給インフラが確立できた。さらにそのおかげで建設装置に発電機を追加することができたの。発電機を建てればバッテリーの充電ができるようになる。バッテリーを使う機械やバイク、車にも充電できるわよ。施設へ素材などを渡すと、その施設で保管できる量が増える。各施設に保管されている素材は機材の作成に使うことができる。素材は各施設で管理保管されており、君に割り当てられる素材の量も施設ごとに異なる。気をつけてくれ。Come on.
供いただきありがとうございました。本当に助かった。頑張ってください。武器のロックを解除します。
サム、発電機で充電すればバイクが動かせるようになるかもしれない。試してみる？人をつないで物を運ぶんだ。あんたはすごいな。たった一人とは思えないよ。あんたみたいな伝説の配達人が他にも大勢いる気がする。いや、どうしてもこんなことが一人でできるなんて信じられなくてな。でも一人で大陸を横断するのは信じられそうだ。無事を祈る。頑張ってくれよ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。